はい、どうもこんにちは、ホロニガでございます。好きな飲み物はプレミアムモルツ、好きな食べ物はローソンのプレミアムロールケーキ、そう、私の好きな言葉はプレミアム。はい、そんなプレミアムな鎧の私が今回紹介いたしますのはこちらです。プレミアムトレーナーボックス、ポケモンカードソード&シールド発売を記念されまして登場しました。このプレミアムなボックスを開封していきたいと思います。ではやったるでい。はい、こちらがプレミアムトレーナーボックスでございます。いやー、かっこいいパッケージですね。いやー、なんか高級感がねありますよね。後ろにはね商品説明が書いてあるんですけれども、まあそんなことはさておいてね、もう開けていきましょう。箱を取りますと中から出てきますのが、箱ですねまあボックスだからね。おお、音わかります？パタンパタンってなりますね。去年まではですね、後でこう動画貼っときますけれども、まあ普通のねこう箱なんですよ。それがですね、今年からは、はい、こんな感じでですね、まあ磁石でねこうパタパタねくっつくようなかなり高級感のある箱の仕上がりとなっております。はい、では開けてみましょう。せーの、ポン。こんな風になってますね。中の箱を取りますと出てきますのが、まあ、まずは、一番ちっちゃいのが出てきちゃったね。はい、ダメージカウンターとコインですね。実はですね、ポケモンソード&シールドでね、ポケモンの HP かなりね増えてますからね、100ダメージとかね、足りなくなってきてましたので、まあ、ありがたいかなというふうに思います。何個も持ってる人でもまだまだ必要になりそうなダメージカウンターです。それから、はい、これエネルギーですね。まあ、ちょっと開けてみようかな。はい、スターターセットを持ってる人にとってはねおなじみなんですけれども、スターターセットが出ていないこの蝶とかね、悪とか鋼、そしてフェアリーはここでしか手に入りませんからね、貴重です。特にね鋼はね、ザシアン、ザマゼンタ、鋼タイプですので、このね V で揃えたいなーって人にとってはちょっとね手に入れたいアイテムなんじゃないでしょうか。さあ続いては、よいしょ、はい、これはなんだ、これは、これあれですね、スペースを埋めるためのやつですね。この辺に置いとくか。さあ続いては、これなんだ、はい、カードですね、トレーナーカードかな。はい、これはトレーナーズカードですね。エネルギー回収が2枚、エネルギー付け替えも2枚。はい、それから貴重なポケモンをサーチする手段、クイックボール、スターターセットにねあんまり入ってないと言ってね、ちょっとねざわついた、クイックボールですが、2枚ですね。まあちょっと渋い感じもしますけどね、クイックボール2枚です。それから進化の子も2枚、不思議な飴も2枚、ポケギア 3.0 も2枚、まあ大体2枚ってとこかな。入れ替え、キャッチャー、そして博士の研究ですね。ここから先はサポートですね。博士の研究2枚、ビート2枚、マリー2枚、ほう、はい、まあ大体2枚ずつでしたね。ここから先がサンムーンのカードですね。入れ替えフロート、水ポケモン限定ですが、ポケモン入れ替えて HP を30回復ですね。はい、そして次がエレキパワー、雷ポケモンのダメージを30プラスできます。ダート自転車、山札をまあ、2枚引いて1枚トラッシュ、1枚手札に送りますというものですね。続いてがネットボールですね。草タイプの種ポケモン、もしくは草エネルギーをサーチする手段です。まあボール系がね、今あまりありませんので、草タイプにとっては恩恵ですね。ポケモン通信、ポケモンを交換することができますね。まあ鋼ポケモンがね強い理由の一つっていうのがこちら、鋼鉄のフライパンの存在ですね。弱点をなくしてさらにダメージもマイナス30できますよ。それから、山札を引くサポートエリカのおもてなしですね。手札をシャッフルして6枚引けるシロナが4枚入ってます。まあ博士の研究を使うかシロナを使うか好みが分かれるところなのかな。はい、こちらがですねブルーの探索、特性を持つポケモンがいないのであれば、トレーナーズを2枚サーチできるよっていう結構ね強力なカードですね。こちらが2枚。そして炎ポケモンが強かった理由、溶接工ですね。まあこれ炎ポケモン以外にも炎エネルギーつけられますので、まあ今回ねエネルギーがいっぱい必要なカビゴン VMAX とかね、そういうのにもね対応できますよというところです。レッドの挑戦、2枚トラッシュをすることで好きなカードを1枚手札に加えられますよというカードです。
ただね、これサポートなんでね、あんまりこうどのデッキにも入るというわけではない感じですね。格闘道場、闘エネルギーがついているポケモンのダメージプラス10されて、サイドのが負けていればプラス40というね、まあ、逆転の闘ポケモンというような感じですね。そしてトリプル加速エネルギー、進化ポケモンにしかつけられないし、ターンが終わったらトラッシュしなきゃいけないけど無色エネルギー3つ分になりますよという、まあ、ダブル無色エネルギーが今ありませんので、かなりね、必要とするデッキも多いんじゃないのかなと思います。トリプル加速エネルギーです。トレーナーズですね、ソード&シールドのものと、それから、サンムーンのものですね。あとエネルギーも入ってましたよというふうな感じです。まあ、これがあればね、結構いろんなデッキ組むときにね、便利なんじゃないのかなと思います。ただ2枚ずつなので、本当に必要な、まあちょっと始めたばかりでやるぞっていう方は2個あった方がいいかなっていうのはね、まあ、4枚まで詰めますからね、まあ、そこはちょっとお財布とご相談ください。さあ続きましては、はい、おしゃれな缶からですね、ダメージカウンター入れらしいです。結構カランカラン音がするのかな、まあ、ちょっと今度ね使ってみようかなというふうに思ってます。さあそして、箱の中身最後は、はい、こちらですね。まあなんだかんだ言ってやっぱりね、このパックがね楽しみの一つですよね。はい、ポケモンカードソード、それからポケモンカードシールドのパックが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 パックずつ入っております。まあ、全部でね20パックありますので、最後こちらをね開封していきたいと思います。さあそれではパックを開封していきたいと思います。狙い目なんですけれども、まず、ポケモンカードソードの方からはですね、前回開封動画でご紹介した通り看板になっておりますザシアン、このザシアン V を手に入れることができませんでした。なのでですね、何としてでもこのザシアン V は手に入れたいと思います。そしてこちらのねシールドの方なんですけれども、そうだな、シールドの方から手に入れたいのは、まあザマゼンタ手に入れましたのでね、まあ、マリーさんですかね、マリーさんのね SR とかね手に入れられれば、まあ結構いいんじゃないのかなというふうに思いますので、まあザシアンは絶対手に入れたいなというふうに思っております。では早速開封をしていきたいと思いますが、まあ、前回と同じようにですね、ザシアン君にこのパックをですね開封していただきたいと思います。では切りやすいように置いて、ではザシアン君よろしくね。せーの、はい、ザシアン君ご苦労様でした。というわけでですね、パックが開きましたので開封をしていきたいと思います。さて、どちらから開けていくかと言いますと、まあせっかくなんでね、まあ、ザシアンの方がねちょっと取り欲しいっていう気持ちが強いので、ザシアンの方は取っておきますので、こちらシールドから開封をしていきたいと思います。ではいきますよ、1泊目、ディリ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 ディン、はい、ヒバニー、それからウール、切り刻ん、ハチマキ、ランタン、はい、まあこんなもんですわ最初はね。さあ次、ガラルポニータ、エビワラ、サッチムシ、なんか光ってる感じがするぞ、せーの、ほい、あー、タチフサグマですね、はい、それからオーギャロップでございます。タチフサグマがねなんかね結構活躍をしているらしいっていうような話が聞きますね。いいですよね、あの V とかね、まあ GX とかではないカードがね活躍するのってね結構嬉しいですよね。はい、砂蛇、バイウル、カムカメ、カムカメサワーズ、カムカメピョーン、はい、すいません、おまっすぐま、幸せだ、はい、さあいきますよ、あウール、またウールだ、ウールウール、レドムシ、ハリーセン、ほい、ダイオード、ダイオード、オーロラエネルギーですね、はい。さあ次々どんどんいきましょう、なかなか V が出てこない、ムンナムンナムンナ、私らがチョンチ、おい、あイオルフ、それからサダイジャですね、はい、残りが少なくなってきたな、
鬼面花、雪はみ、ほうほうを、お、なんか光ってんぞ。せー、お、ちょっとなんかこれ。どん、お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 、これ、SR じゃない？あ、違う。これは、UR で、R。ウルトラレアですね。むっちゃ豪華、キラッキラしてる、すごっ。なんとですね、まあ、ザシアン当てたい当てたいって言ってたら、ザマゼンタのね、まあ、UR ウルトラレアを手に入れてしまったっていう、すごい。あ、ここら辺が全部ね金ピカになってますね。すごっ、すっごきれい。なんかね細かいね、見えます、あの粒子みたいな感じになってますね。超綺麗わはい、というわけでザマゼンタウルトラレア手に入れてしまいました。やったぜ。ちょっといいとこ横に、うわー、すごすご、いやまさかね手に入るとは思わなかったんで、ザマゼンタ当てちゃったらもうあとはなんかもう消化試合感はありますよね。あ、クイックボールですね。はい。本当に。はい。エビワラーポニータ私らがからのあマリーですね。あ、そうか。あの動画の最初にはね、まあマリー SR 手に入れられたらいいかもねなんて話してましたけど、ザマゼンタがねキラッキラできてくれましたね。すごすごいぜ。じゃ最後ですね。はい。ジグザグマ、切り刻ん、ヒバニーの、はい、ドサイドン。はい。というわけで、すごこんなことならね、シールド最後に開けとけばよかったって感じですね。若干ソードの方もね、消化試合感出ちゃいましたけど、まあ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 。はい。まあ、とりあえずね、ザマゼンタ V はウルトラレアで手に入りましたので、まあね、ザシアンの方もね、当てていきたいと思います。はい。まあね、もう若干ね、消化試合感出ちゃったんですけれども、ザマゼンタ手に入っちゃったんでね、まあ、ザシアンをね、絶対手に入れたいと思っておりますので、しっかりとザシアン当てていきたいと思います。では、1パック目でございます。よい、コラどっこいしょ。はい、クスネ、ゴース、おっとっとっと、テシード、ビート、丸役でです。さあ、続いては、よいしょ、ウソッキー、メソン、ヤトウモリ、ラムの実、オトスパースですね。はい、次です。さてはてはて、ここ、これかわいいな、ぴょこぴょこ、はい、ここがらさんです。ここがら、たたこ、クラブ、あ、V ですね。いけますよ、ザシアーン V。 石変人でした。石変人 V ジェラチーノ、はあ、来ねえのかなザシアン。はい、はい、いきますよ。ゴースマラカチメッソンからの、お、さらに V、 なんかここに剣っぽいの見えてないですか、これ剣ですかね。いきますよ、せーの、ザシアン V。 ダダダリンダダダリーン、ダダリーン、ダダダリーン。V 出ちゃったじゃんよ。もう来ねえのかな。さすがにもう2枚来たんで、まあしょうがねえか。まあね、ザマゼンタ当たりましたからね。チラーミー役で満タインからのビート粘土、はい、いきます、はい、
はい、ヤジロン、ヤトウモリ、ワンパチ、お、すごい進化してる、ワンパチパルスワン、はい、大きなお守りです。さて、残り少なくなってきましたね。はい、ガラルニャース、ヤトウモリ、ウソキ、釣りさん、アマガ、はい、雑誌が欲しかったよ。行くぞ、ナットレイ、ヤジロン、サルノリ、お、 V っぽい、頼むぞ、ザシアン V、 あーはーはーはー、ラプラス、ラプラス V でした、ゴースト、とどめを刺された感じがあるな、あー、もうなんで V ばっかいっぱい出てくるんだ、 V がいっぱい出るのはいいんで、 V がいっぱい出るんだから1枚くらい雑誌あんでもいいだろうよ、もうはい、はい、いきまーす、サルグラブ、お、あれ、まさか、そういうわけでですね、急遽ですね、この形でね、撮るんですけれども、はい、見てください、はい、こちらがですね、先ほど当てました、ザマゼンタですね、ザマゼンタのウルトラレア、そしてこれが今手に入れましたね、ザシアン V のウルトラレアでございます。揃ったっていうね、すごいですよね、はい、というわけでですね、ザシアン、ザマゼンタのウルトラレアを手に入れたよっていう感じですね。すごい、これ2つ並べた時のこのね、豪華さが本当すごいですね。すご、本当にプレミアムな感じ。はい、というわけでですね、ザシアンとザマゼンダのウルトラレアが揃ったというね、やべえことが起きましたわ。はい、というわけでね、完璧にね、消化試合になりましたが、はい、最後のバックからは、はい、マッキョウパチーノニロゼリア、普通の星座でございました。はい、というわけで解放しまい。はい、というわけで本日はザシアン V の UR、 そしてザマゼンタ V の UR、 UR のカードを2枚も手に入れることができました。本日ね、紹介したこのプレミアムトレーナーボックス、本当の本当にプレミアムな一箱存在するようです。皆さんのところにもね、こんな箱が行くということを願っております。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。